これ行ってみますよ。長崎県炭火あごだし、炭焼きあごだし醤油ラーメンですかね。これを行ってみたいと思います。できました。炭火焼きあごだしラーメンですか。これを行ってみたいと思います。こんな感じです。ちょっと涼しいっすよね。天気悪いからか。ただ膝を拭きます。じゃあこのあれですね、あごだしラーメン、ちょっとレンゲ忘れたんです。スープいきますよ。おお、うまい。あごだしが、魚介がうまい。インスタント麺なんですけど、麺がかなりすごいやつですね。すごいプルンプルンの麺ですね。ああ、これはある意味生麺よりすごいかもしれない。うまいですね。ニラもやし、ニラもやし炒めを乗っけました。手作りチャーシューももうなくなってきたんで、また作んないと思うんですよ。いいっすね。この家ご飯の至福のひととき最高ですよ。最後にいきます。この出汁ほんとうまい。いやバッチリです。9月ですよ。9月は誕生日好きなんですよ、僕は。高校の母なんですよ。だから僕はよくね、50代半ばって言ってますけど、50代半ばから後半に至ってしまいます。早いなと思いますよ、人なので年を取るのは。婚姻あのごとしですね。あっという間に年を取っていきますよね。20代、30代の頃は50代なんていつの話と。それまで生きれんのかよなんていうふうに思ってたんですけどね。いや、ピンピンしてますね。ますます元気ですよね。40代の頃よりも今の方が全然健康的で。9月9日、もう一回やりますが、もう一回僕は言いますが、誕生日に皆さんの気持ちをお待ちしております。スパチャ、サンクス。ね、サンクス機能で誕生日おめでとうを表していただけたら嬉しいなと。思います。もう一回その日が来たらそれ用の動画を作るんでよろしくお願いいたします。伊藤純也さんもうそろそろですよね。あさってか。内藤さん、この記事最初性加害っていうタイトルだけだったんですけど、コメント欄が炎上してタイトルを変更したみたいです。あ、そうなんだ。あと全くこの事件の現在地が分かってない人が書いた記事は批判コメントにたくさん共感が集まってました。雑音を出したのはトースポでしょ。スポーツ新聞ならばスポーツ振興の足を引っ張るのはどうなんでしょうかね。トースポってスポーツ新聞なんですか。トースポっていう一個のジャンルだと思いますよ。あれですよ、この批判コメント書いた人も一応トースポの立ち位置も分かった方がいいと思います。トースポはスポーツ、東京スポーツと書いてありますが、あれはね、都市伝説新聞みたいなところがありますよね。トースポだったら嘘でもいいっていう、昔から本当に30年ぐらい前からずっとそういうスタンスですよね。なんか雪男発見とかそんな話ばっかですよ、昔からね。不起訴になった件に対してこの記事の内容は新たな誹謗中傷に該当するかもしれませんね。伊藤選手が風評被害を受けないことを願っています。いや、トースポ信用しないから僕は大丈夫だと思いますよ。名誉毀損罪で、国葬以降慎重だけでなく誤った報道を拡散したメディアも国葬されかねないなという状況に変わってるのですが、変化についていけない三流ジャーナリストたちはまだいるんだろうなと思いました。日刊スポーツは訂正するように上から命令され訂正したが、納得いかない記者は本文の性加害の一番残したところでしょうかと。大丈夫です。トースポを訴える人はいません、間違っても。見てみますよ、そのトースポ、どんな話なのか。7ヶ月の代表復帰で注目を集めればスポンサーも今回の活動を注視している。要はデイリー新聞、まあ、性加害報道が報じられた、刑事告訴されたが、伊藤側も逆告訴したと。そして先月9日大阪地検が伊藤と女性2人の双方を嫌疑不十分で
帰訴した。伊藤純也は報道後にアジアカップから途中離脱し、日本代表に招集されなかった。そんな中、ついに復帰が実現。森保監督は彼が落ち着いて日本代表選手と向き合ってプレーでき、チーム全体として落ち着いて活動できるか、これまで疑問があったとした上で、今回落ち着いて活動できると判断したと、招集の理由を説明した。一方で、伊藤純也サイドは、女性側に対する損害賠償請求を申し立てて受理されており、今後は民事訴訟が続く。山本ナショナルチームディレクター、一緒に出てた人はそうなのか、会見出てた人ね。伊藤の権利不十分による不起訴について民事逃走中と聞いているので、詳細に関しては我々のからのお答えを控えさせていただきたい。まあ、そりゃそうだ。こうした中、代表のスポンサー企業も神経を尖らせているようだ。大手広告代理店関係者は、伊藤選手が復帰したことで、良くも悪くも注目が集まるだろうし、スポンサーサイドとしては特に週刊誌などサッカーと関係ない報道が出ないか非常にナーバスになっている。伊藤の復帰を契機にして、今回の騒動の経緯などを蒸し返したり、伊藤に限らず選手たちのピッチ外でプライベートな面が週刊誌のターゲットになる可能性がある。そうなれば、日本代表のブランド価値に影響が出る懸念もあり、スポンサー企業サッカー外の報道に違和感を強めている。山本 ND は、日本代表としてふさわしい行動、模範となるような態度はさらに強く、すべての選手に求めていきたいと釘を刺しているが、今回は限界体制での活動となりそうだ。まあでも僕はこれは、そんなに、伊藤純也に対して別にバッシングしてるわけでもないし、事実から外れてる話ではないのかなと思いますけどね、これを見た感じではね。いや、僕はもっと心配してるのは、週刊新潮は、あさってか、代表復帰の日ですよね。そこら辺に合わせてなんか帰ってきたりするんじゃないかなとかね。なんかそういっちの方が結構心配ですよね。で、この山本 ND が言ってるように、心配してるように、日本代表としてふさわしい行動、っていうのを全ての選手に求めていきたい。伊藤純也にしてもそうなんだけども、本人たちがいくら気をつけてたとしてもね、悪い人たちってのはいるんですよ、やっぱり。スポーツ選手は金になるなと、脅せば、ね、特にあの半グレ反射的な人たちっていうのは、女関係絡めてね、有名人から金巻き上げるっていうのはもうずっとやってるし、今だってやってるし、特にこういう、でかいイベント、まあ、加藤弁護士がね、懸念してたやつですよね。まあ、そういう犯罪ってのは昔からあるけど、みんな泣き寝入りして大ごとにさせないためにお金払ってきたみたいなね、話はあるじゃないですか。本人たちがいくら、大丈夫だよと思ってたとしても、もう頭いいんで悪い人たちってのは寄ってくると。どういう手段を使っても、例えば伊藤純也の時みたいにマネージャーの X さん、経由で寄ってきたりとか。まあ、それが選手が気をつけたところでどうしようもない状況になってしまう。そこから、広げられてしまうっていうね。伊藤純也とか、佐野海舟とかも、あれだけど、まあ、教訓にして、ものすごい近しい人っていうんですか。マネージャーだったり友達だったりとか。そこら辺もすでに気をつけた方がいいよと、この期間とかに関してはっていうところなんじゃないですかと思いますよ。まあそれぐらいちょっと僕は選手たちは試合を思いっきりやりながらね、ちょっとね、警戒はしておいた方がいいんじゃないのかなというふうに思います。